はい、お対応オーディオ陽介管理員でございます。お対応オーディオのペガサス田中でございます。はい、はい、ということでございまして、もうねペガサスはワンマンスホリデー、はいはい、この前1ヶ月休みでまあいろいろ九州を中心に暴れ回って、はい、暴れてきました、来たみたいですけど、はい、まあ2日前かに復帰をしてっていう感じで、はい、はい、やっぱペガサスがいると職場が華やぎます、ね、華やぎますか、はい、ありがとうございます。あの世界の、はい、あの太田だけだとちょっとなんかどんよりしてる、どんよりしてる、はい、まあ いや、はい、はい、ということで、はい、今日はですね、はい、もうスペシャルゲストということで、あのやっぱり、YouTube 結構やってると、はい、あ、これ面白かったとか、うんうん、あのやっぱりなんか反響が、ね、言われるんですけど、反響を、うん、やっぱね、あの志麻さんの回はねすごい好評なんですよ、うん、それは何よりでした、はい、まあ、視聴率男みたいな、はい、数字を持ってるってことですね、回数も話してないですけどね、はい、まあ、ちょっとあの一回、はい、こう注入で、はい、気合を入れて、はい、ということで、改めてご紹介させていただきます。エミライの志麻さんに今日はお越しいただいております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、ということでございまして、はい、ですね、今回なんですけど、まあ、前回も好評かつもうその品質の良さに驚いちゃって、あのオタイも即導入を決めたという、オーレンダーの W20SE ですね、はい、はいはい、まあ、ネットワークトランスポートというものなんですけど、それの何やら新しいニュースが、はい、もう届きたてほやほやといいますか、お、まあ、日本で、発売を開始直後に、はい、早速今日お二人に聞いていただきたいなと、おお、やったー、楽しみにやってまいりました。マジっすか、はい、ちょっとさ、ペガサスもう W20SE を、はい、超えてくるっていうのがなんか想像がつかないですよね。つかないですね。どう良く なるのかみたいな、だから本当にこれ良くなってるのかみたいなところも含めてちょっと、うん、今日はね、あのしっかり、レポートを皆さんにしたいなと思います。お願いします。はい、まあ、まずですね、前回の動画をご覧になってらっしゃらない方もいますし、前回の紹介から時間が空いてるので、オーレンダーのおさらいの方をですねちょっとしていきたいなと思うんですけど、オーレンダーのご紹介志麻さんしていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、まあ、あのいろいろとこう歴史も積み重ねてきてですね、はい、だんだんこう喋る内容も、まあ、いくらでも喋れるようになってきてしまっているので、うん、なるべく、うん、あのかいつまんでご紹介したいと思います。はい、はい、あのオーレンダーは2010年に、はい、まあ、電気系のエンジニアの、はい、ハリー・リーさん、ハリー・リーさん、はい、よって設立されたネットワークオーディオトランスポート専業メーカーとして、まあ、出発しました。まあ、その時点でね、すごいこうその時点ですごいですね、エッジがエッジが立ってますよね、エッジが立ちすぎてますね、ものすごくあのなんていうんですか、ピンポイントで、ね、まあ、当時ネットワークトランスポートっていう、はい、概念というかね、そもそもそういうものってその商品として成立するのかなみたいな、はい、そういう時代ですよね。まあ、NAS にも全然その今みたいに USB 出力とかついてない時代から、うん、もうあのオールインワンでそのサーバーにもなるし、プレイ、まあ、トランスポートにもなるぞっていう、そういうコンセプトの製品、はい、NAS いらずでスタンダローンで動きますっていう、はい、そういうような製品を作った先駆けのメーカーです。うん、なので、オーレンダーは非常にこうあの他のメーカーさんにもかなり影響、はい、その製品コンセプトに対して影響を与えたなというふうに思っています。なので 今であれば NAS に USB 出力ついてて、そこからオーディオ再生で USB 出力につなぐっていうか、まあ、結構普通にできるようになってますけども、うん、まあ、それはあのオーレンダーがその製品を作った当初は非常にユニークで、うん、あの唯一無二のかなりこう先見の明のある設計だったかなと思います。うん、まあ、これもやっぱりそのオーレンダ のハリーさんがすごくそのオーディオファイルでありつつも、はい、まあ、やっぱりあの設計ができる、うん、あのエンジニアさんだったってことがあのすごく大きいので、オーレンダはその
会社設立当初から、まあまたモデル出してきてますけども、まあ、全ての製品でやはりその、まあ、オーディオファイルもしくは、うん、コンピューターオーディオとかネットワークオーディオに関心のある方が、はい、まあ、あの自分が設計できたりするとこういうコンセプトでこういう作りのものを作るよなっていう、うん、まあ、夢のマシンみたいな、うん、なんかそういうものをその実際に具現化していく、はい、まあ、そういう、こうビジョナリー的なスタイルがすごくあるメーカーだなと思っています。うん、なので最初は2010年に S10 というモデルからスタートして、はい、その後2013年に W20、うん、まあ、今お便りさんで導入いただいている W20SE の、まあ、前のモデルですね、うん、まあ、記念碑的というか、うん、まあ、なのでこの W20 という型番はなるべく今後も残して、なるほどね、あの W シリーズっていうのは唯一無二の、まあ、孤高の存在、会社を、うん、のアイコニックな存在として、まあ、だからこうローランドの TR808 とかテクニクスの SL1200 とか、まあ、そういうそうですね、なんかそういう、そういう、はい、数字とあれが、ね、はい、そうですね、ブランドになるね、はい、ブランドが一体化している、うん、あのやっぱりその会社を代表する製品という、そういうあの非常に彼らとしても大事にしていきたいと。まあ、なので、うん、今回ご紹介する N30SA という製品、まあ、今回ご紹介しますけども、はい、まあ、それと W20SE は併売という扱いになりますし、なるほど、あの W20 型番の後継じゃなくてね、はい、今後も続くと。なるほど。あの N30SA はあくまで、N シリーズという、はい、現行のオーレンダーのネットワークトランスポートのシリーズの頂点に君臨する新しいフラッグシップという、そういう位置づけになります。なるほど。志麻さん、このオーレンダーのハリーさんと会ったことはあった、はい、もう何回も会ってます。今年も、この間アメリカのシカゴでアクスポナっていうイベントがありまして、うん、アメリカで最大のオーディオイベントなんですけど、はいはい、そこでも会いましたし、うんうんうん、彼の家にも行きました。アメリカにアーバインに住んでるんですけど、あ、アーバインに住んでるんですね、はい、彼の家にも行きましたし、うん、あのオフィスにも行きました。なるほど、はい、この人絶対面白い人ですよね。すごくね、あの、うん、面白い方です。で、あの、会ってみたいな、すごく、まあ、今年あの結構な、もう何回も会う機会があって、あの、はい、それこそ本当に、CS 終わり、私が CS 行った時に、うん、その帰りがけに会おうよって会いましたし、近いしね、近いし、うん、はい、あの車で1時間半ぐらいかかるんですよね、うん、アーカイまで、うん、で、まあ、アクスポナでも会って、うん、で、まあ、今月、ミュンヘンでも会うんですけど、うん、あなんで、本当に毎月会って、最近毎月会って、すごいですね。でなんかあの、この間たまたそのシカゴで会った時にも、あの私、河野とご飯食べに行こうっつって、うん、でなんかレストラン行ったんですよ。そしたら、はい、たまたまオーレンダーチームが同じレストランに来て、うん、じゃあ一緒に食べようよ、縁がありますね。なんか食べながら新製品今どうするとか、うん、なんかアメリカオーディオ業界話とか、すごいっすね、いろいろ話しても、あ、まあ、それはすごくあのできる、うんうんうん、いい関係をあの持たせていただいているので、まあ、すごくその、うん、あのなんていうか話もすごく面白いし、うん、あの非常にこうあのオーディオファンとしても、はい、あの熱いファッションがある方なので、なすごくいいですね。なるほど。チームにすごく恵まれてるなって感じしますね。なんか優秀なエンジニアさんとか、はい、あの広報の担当とかの方がすごくたくさんいらっしゃるんで、まあ、なのであのチームとしての強みがあるのも特徴かなと思います。ありがたいな、はい、こんなね、なんかもっと、はい、もっと別のジャンルだったらさ、とんでもない大金持ちになってそうやと思いました。やっぱこうオーディオの、こうコアなさ、しかもネットワークのトランスポートっていう、そこにいていただけるっていう、素晴らしい、ね。ありがたいですね。いや、ありがたいです、本当に。はい、うん、非常にあの熱心な方なので、うん、まあ、あの、まあ、これまでも精力的な製品開発してきてますけど、うん、あの今年出る製品、まあ、今回の製品も含めてですけども、うん、非常にこうあのアップデートも、うん、いろいろと考えてるみたいなので、うん、今後も注目できるブランドじゃないかなと。アップデートですか。思います。楽しみですね。楽しみ。あの今拠点がですね、はい、まあ、元々は韓国で創業したんですけど、うん、ですよね、はい、今は R&D の中心は、まあ、アメリカに移っていて、うん、会社としては3拠点あってですね、うん、オーレンダー USA とオーレンダーヨーロッパと、うん、オーレンダーコリアというふうになってて、うんうん、開発のメインやってるのはアメリカ、うん、であとはヨーロッパの方は、まあ、販売の
あのヨーロッパ欧州方法の営業、ね、はい、うんうん、で製造そのものは韓国でやってます、うんうん、で韓国それはあの韓国はあの金属加工の、はい、が精度とコストが非常にあバランスがいい他の国と比べて圧倒的にその金属加工のコストが、はい、いいイメージあるな、はい、確かに、あの精度が高いままあのコストダウンできるので、その、まあ、オーレンダーの物量、ね、あのシャーシとかものすごいがっちりした綺麗な、ね、あの、うん、塵のあったあの精度の高い石器ですけども、やっぱりあれはあの韓国製造のということで、まあ、あのグローバルにもうあの会社の組織を、まあ、24時間営業化してなんかサポートとかも非常に、うん、あのまあ分散してですね、時差があっても大丈夫。なるほど、アメリカでやってヨーロッパでやって韓国でやってっていうので、もう綺麗にあの24時間やってきますっていう、そういう感じになって非常に先進的な会社だなと思いました。ちょっと、はい、お対応料もグローバルに、はい、24時間365日死んじゃいますよ、スケガキ。スケガサツどこ行きたいですか、北極支店。あと北極でも南極でもあの人が住めるところだね、どこでも行きます。北極とか南極だとあれなんですかね、時間の概念ってどうなっちゃうんですかね。時間、あ、時差、時差というか、なんて 極にあるから、なんか、うん、何時でどうなっちゃうんですかね。言われてみればよくわかんないなと思って。横、そっか、はい、縦ですもんね、縦の位置行くなんで。そうだよね、はい、なるほど。それまた別番組で、はい、別番組でオーディオのお店のオーディオの話なのに、なんか急に北極は何時なのかみたいな。まあだけどあの結局このハリーさんもそうだし、うん、ペガサスも実はそうなんですけど、うん、はい、そのまあやっぱりその設計ができて、でなおかつオーディオ好きみたいな、うん、だからオーディオ好き、オーディオだけ好きっていうんじゃなくって、なんかパソコンが好きでとか、なんかそういうのがやっぱり島さんもそうだしじゃん。で行ってみたら俺もなんかそうじゃないですか、なんかそういう別に違うものも好きだしみたいな、だからなんかそういうのがいいんでしょうね。そうですね、今の時代というか、いや本当にそうで、そのなんかあのやりたいことのアイディアって、うん、オーディオも好きで、うん、かつそのエンジニアリングもできると、うん、いろいろ幅が広いじゃないですか、うん、そうなんですよね、うん、なんでその例えばこの間話聞いて なんか面白いなと思ったのが、うん、そのあの仮にその設計メインでオーディオ的マインドがないと、うん、その悩む必要もないことってあるわけですよ。例えばですけど、その DSD のファイルをどうやって出力するかなって時に、それってハードウェアだけじゃなくてソフトの兼ね合いもあるんですけど、そのプログラムの仕方によってやっぱその、あの、なんていうんですかね、こう聞いた感じの印象は異なるってあるらしくて、なんでどの、あの組み方で出すかなっていうのは、うん、結構聞いてみないと分かんないところが最後はあるらしい。最初は、ね、いきなりその聞いてとかじゃないですけど、うん、やっぱ設計の王道はありつつも、その細かいチューニングになってくると、はい、そういうそのあんまりそのなんていうかな、測定してはっきり分かるとか、倫理的にもう白黒ついちゃうとかじゃない領域があって、分かる、ありますね。それってやっぱオーディオマインドがないと、うん、聞けないとダメなんだよな。聞いて違いがいいね悪いねがないと分かんないし、うん、なかなかそれってね、なんかカタログに書くような話じゃないじゃないですか、うん、だけど、うん、そういう話聞くと、あ、オーディオなんかその、うん、好きなんだねと、音楽で、うん、いい音で音楽聴くの好きなんだなっていうのがよく分かるんで、うん、まあ、そういう話とかはね、うん、それこそアメリカ行ってとか、そうね、展示会で会ってとかっていう、うん、なんか雑談の場でないと出てこない話なので、いやいや本当そうなんですね、はい、非常にあの紳士的ないい方だなと、なるほど、はい、信頼できる方だなと思っております。だすごいやっぱオーレンダーって、ね、だからすごい会社ですよね、うん、本当に、うん、いや本当に成長してますね。でこの間もあのそのアクスポナで、ブースそのものが確か160ぐらい部屋があったんですけど、うんうん、26ブースでオーレンダーのトランスポート使われてて、すごい。で、今アメリカのハイエンドのトランスポート、ネットワークトランスポートだともうほぼほぼ独り勝ち状態なんじゃないですかね。でそれを発掘するエミライみたいな、ね、すごい。まあこれは本当にね、素晴らしいね。それこそ昔から日本語表示対応するとかね、そういうやっぱ他のメーカーさんにやってなかったことをやっぱすごく細かくやってくださるので、まあそういうご意もありましたけど、まあやっぱりあとは安定性がねすごく高いっていうので、その聞いて笑っちゃったのは、あの予備のオーレンダの
トランスポートを展示会には必ず持ってくるらしいんですよ。それで、なんでって聞いたら、いや、あの他社製品で、いざイベント会場で設置したら動かないっていう、いうケースが多々あって、あるあるその時に駆け込み寺みたいに、その、ちょっと貸し、ないみたいな。ないって言われるらしいんですよ。それで、あの、毎回言われるから、毎回それ用に予備持ってきて、それでなんかだんだん、そのイベントだったら絶対オレンダー使っときゃ間違いないみたいな話になって26に増えてきたみたいな、それさらに増えちゃうみたいな。ブースがあればあるほど悩みそうだみたいな。そのあんまりあのネットワークの経験がない人は、この話とかってあんまりよくわからないと思うんですけど、この3人は確実に分かってて、そのオレンダーって異常にそのネットワークの、その見つけるあれが早いんですよ。早いですよ。めちゃくちゃ早いんですよ。なので、他のやつだとうまくその IP とか見つからないとか、ぐるぐるしちゃったりだとかすることがあるんですよ、ね。うん、ないですね、オレンダはね。言われてみれば。もう強烈ですよね。うん、だからどういう仕組みになってるんですかね。ソフトウェアの作りはうまいんでしょうね。そうですね。やっぱりあの IP アドレスを取得しに行く手順とかが、うん、あの綺麗に、うん、お作法通りになってる、ね、はい、あの結構メーカーさんによっては、うん、例えば、ネットワーク、まあ、電源を機材の電源入れた時に最初に IP アドレス拾いに行って、うん、失敗するとそのまま リトライしない製品とかあるんですよ、うんうん、それで、あの電源入れ直せばいいじゃんみたいな話なんですけど、うんうんうん、そういうメーカーさんの思想は。なるほど。だけどやっぱり そこをきれい、やっぱそもそもネットワーク製品を作ってる、うん、のそこからスタートしたキャリアのある方なんで、うん、やっぱその再装とか、うん、そういうあの何かが起こってもちゃんとコンピューターのお作法を熟知してるので、うん、あのきれいに IP アドレスも取りに行くし、うんうん、たくさん機材が並んで、ね、IP アドレスを振り、あの、あ、そうですね、分散させてるような、うん、たくさん払い出してるようなネットワークに入れても、うん、さらっと即見つかって即つながる、うんうん、そこの安心感がやっぱりすごく定評がある、うんうん、なないかな、ね、これはちょっとね、販売店さんとかそのいろんなところに納品に行かれたりとか、うん、いろんな、ね、イベントやろうと思ってなんかセッティングしたら、なんかあれよ、なんか IP アドレスがいつまでたっても見つかんないと、うん、どうすんだこれ、時間来ちゃうとか、ね、それはよくありますね。結構しびれますよね。ですね。一、ねうん、回あのユーザーさんとかはね、一回つながってしまえば、うん、結構安定的に動くとかってあるんですけど、いろんなとこ持ってってとか ね、うん、ねやるとしょっちゅうね、あるんですよね。ありますあります、うん、まあまあそういうことでございます。はい、なので非常にこうオーディオ的なマインドがある。まだ1ページ。まだ1ページです。充実しすぎでしょ。かいつまんで言うとか言う。かいつまんでは、あの、射的についてはかいつまんで言ったんですけど、なんか余談が非常に多くて結局長くなる。いやでもこういうのがいいって言わ、そうですね、はい、言われましたね。うん、いやでもこういう話がね、動画でないと、これテキストにしたらすごくくどっ、いや間違いない間違いない。なんか、それはおっしゃるとダラダラしちゃいますから、いや、こういうなんか盛り上がっていくのがね、いいかなと。ああ、間違いない。間違いないです、はい。まあそんなオーレンダーでございますけども、はい、今ラインナップ的には、うんいわゆるネットワークトランスポートっていう括りの、うん、まあ N で始まる型番の N150 ですとか、はいはい、N20 とか、はい、W20SE とかがございます、はい、でそれとあとリッピング機能がついている製品 で、ACS というシリーズがあります。あ、これ見せていいですか。あ、もちろんです、はい、ACS というシリーズがあります、はい、あとはオールインワンのもので A という型番、これはのプレイヤー機能がついているものは A という型番なんですけど、うんまあ、日本取り扱っているものは A30、うん、あのリッピングもできるし、ヘッドホンアンプにもなるしネットワークプレイヤーにもなるし、うん、サーバーにもなるぞっていう、うんまあ、そういうオールインワンのものがございます、はい、なので、まあ大きく分けるとネットワークトランスポートと、うんまあ、リッピングサーバーの種類、はいまあ、それに変化球的にというか、うん、オールインワン構成というもので、A30 がでまあ、今後、このオールインワンのタイプのものも、非常に魅力的な製品が出てくるかなと思いますので、うんうん、あのまた改めてご紹介しようかなと思っております。楽しみです、楽しみですね、はい、本当にあのなんていうんですか、毎年音がいい製品を次々繰り出してくるすごい強力な開発力を持ったメーカーなので、すごいな、はい、本当に今後も楽しみです。はい、で今回ご紹介するのが、はい、こちらの、はい、これね、じゃじゃん、じゃじゃん、あ、2個あるんですか、これは、はい、ついにオーレンダー初の2筐体構成で、2筐体、すごい、はい、マジっすか、そうです、2筐体、前だって1個だったんですけど、はい、ね、こっちね、前こちらですね、今、うん、リファレンスでお伝えされている W20SE でございますけども、
マジですか。2筐体構成になりました。はい、N30SA という型番です。これちょっとドキドキですね、ペガサス。これすごいですね、これね、うん、2つに分かれてるとさらにいい予感しかしないです、ね、もう2つに分かれるだけでワクワクするっていう、もうなんかわけわかんない人種ですよね。まあ、そうですよね。いや、ありますよね。あの私もやっぱりあのオーディオといえばやっぱ電源部別筐体、別筐体ロマンですから、ロマンですね。はい、もうありとあらゆる、ね、個々の東西のハイエンドオーディオ あのシステムはみんな最後は電源部別筐体そこにたどり着くというね、オーディオ構成と電源部別筐体ってこの2つですからね、そこに、ね、ぶつかるんだろうね、はい、多分ね、はい、うん、今回の N30SA は N シリーズの、はい、先ほど申し上げた N150、うん、N20 っていう流れの中の最上位グレードとして N30SA という名前のモデルとして誕生しました、はい、なので2筐体構成です。ただ普通のいわゆる電源部、うん、まあトランスポート部別、うんっていう構成とはちょっと違うところの味噌なんですよ。それがあの今日の一番のトピックかなと思います。もともとオレンダーは、はい、まあ、今回 W20SE なんかもそうですけど、バッテリーが入ってたりとかして、うん、まあ、リン酸鉄リチウムイオン電池が入ってたりとかして、うん、まあ、非常にこうクリーンな電源を供給するっていうことにすごく並々ならぬ情熱を傾けています、うん、で、まあ、W20SE の場合にはリニア電源を使ってバッテリーを充電して、はい、給電して、うん、バッテリーを、うん、3つのバッテリーを使ってあの交互に使いながら、うん、あのデジタル出力用に電源を供給するという、うん、そういうようなコンセプトでした、うん、で今回の N30SA は全てリニア電源構成なんですけども、うん、電源、まあ、2筐体構成にすることで従来の製品とは、まあ、一線を画する、うん、こうノイズの低減を実現したっていうものになります。なるほど、はい、へえ、まあ、じゃあ具体的にご説明をすると、うん、まあ、まずお値段ですね、はい、まあ、税込みで440万と、うん、オーレンダーの今の W20SE が大体360万税込みでしたんで、まあお値段が80万ぐらい。80万円でさ、うん、分けれるならもうそっち行きたいよ、分けた方がいいんじゃないかって思いますよね。はい、そうですね、うん、であの、まあ先ほど W20SE はの、まあ、併売で、はい、N30SA というのが確か出ますとご説明しましたけど、じゃあ うん、どう分けるのというのをちょっとご説明すると、違いがやっぱあるんですね。あるんです、うん、あのまず、はい、W20SE の、まあ、最大の特徴は、うん、デュアル AES に対応しているネットワークトランスポートっていうところにあります、うんうん、はい、あの他社さんの製品でもなかなかこういうコンセプトのあんまなくて、うん、まあ、もちろんシングルで AES とかね、うん、あのドジクデジタルとかトスでます、クロックありますとかがあるんですけど、デュアル AES でつながるっていうのはなかなかなくて、うんうん、まあ、そういう意味でその他社製品、例えば DCS とか DCS とか、はい、うん、あの製品、まあ、過去の、まあ、現行でも使いますけども、うん、まあ、製品に組み合わせて、使っていただくような、もともとオーレンダーがそののコンセプトが、まあ、いわゆるハイエンドの DA コンバーターにネットワーク機能を追加するようなトランスポートを作るってことなので、そこの製品と その掛け、まあ、親和性というか合わせというか、はいはいはい、その親和性が非常に高いのが特徴でした、うんうん、なるほどなるほど。で今回の N30 は、はい、この N シリーズっていうのはもともとストリーミングサービスを前提とした時代に作る新しいコンセプトのオーレンダーなんですね、うんうん、なので、中にもちろんストレージ入ってるんですけども、はい、どちらかというとそのタイダルとかクバツとか、うん、ね、まあ、コバツとか、うん、まあ、そういったストリーミングサービスをフルに活用するような、うん、そういうお客様向けに作られてます、うん、なのでデュアル AES は今回ないんです、ね、うん、なるほど、なのでデュアル AES で従来の何か DA コンバーターをお使いになっている方が、うん、楽しみたい方は引き続き W20SE の系統がいいですし、うん、なるほど。で逆にUSB 出力だけでいいよとか、うん、もしくはシングルでつながるであのハイレートの伝送ができるような、うん、受けられるような DA コンバーターを使う方は、はい、N 系列で N30SA が、まあ、こう射程に入ってくるような感じになります、はい、なのでこう両方ともちょっとコンセプトが違うので、うん、メーカーさんとしてもはっきりと、うんうん、こっちが上あっちが上みたいな感じではないんですね。なるほど、はい、うんうんうん、なのでそこはあの、まあ、フラッグシップっていう位置づけを何て言うかっていうのはメーカーさんとちょっと違うんですけど、うん、まああの優劣
がはっきりある関係にはないということです。あのダブルエース的な感じですね。そうですね、うん、なのであくまで N シリーズのフラッグシップ、うん、N シリーズの最上位モデルが N30SA というふうに、ご理解いただくといいのかなと思います、うんうん、で従来製品同様にすごくその低ノイズな、先ほど申し上げたように、うん、低ノイズな設計が売りなんですけど、はい、あの今回ストレージにはですね、まあ、480GB の、M2 のいわゆるメモリー的なやつですね、うん、のストレージが入ってまして、これを拡張して、はい、さらに 8TB の SSD もつけることができます。なのであのいわゆるサーバーとしてきちんと、まあ、メディアサーバーとしてご利用いただくこともできますし、うん、逆にあの先ほど申し上げたようにストリーミングありきで、ストリーミングメインでライブラリーもほぼほぼストリーミングだぞって方だったら 480GB のだけの最小構成でいっちゃう方が楽かなと思います。なるほど。今回あの裏後ろの背面にその、スリットが入っていて、まあ、スリットかな、そのストレージを入れるためのスロットがあるので、うん、なるほど、まあ、そこでお客様が自由に、まあ、引き出して入れてっていうのをやることができる、うん、これご自身でご自身で入っていきます。はい、私どもとかメーカーさんのがあれこれしなくてもお客様が入っていただくと、で、あのいわゆるフォーマットしていただくとそのままお使いいただけるので非常に簡単です。ここですね、ここに引き出しがあるんですね。はい、これを両側ネジで取って、そうです、そうです、でやるっていう。そうです。ちょっとこれまあ今日、まあ、せっかく島さんもいるしペガサスの話もあれですけど、あの SSD と NVMe って、はい、まあイメージ的にはその NVMe の方がまあ音がいいっていうか、まあそもそも処理が全然、うん、オート性能というか違うんですよね。転送速度がね。なので結局その命令行って帰ってくるスピードも速いから操作は当然快適になるし、うん、音質もいいんですか。なかなかそう、なんかご経験あります？まだ NVMe の、うん、音質を突き詰めたことがないんですけど、うん、まあ、やっぱり SSD とハードディスクだと音質違うよねって、で SSD の方がやっぱりいいよねっていう。全然違う。違いますよね。それは僕めっちゃあの実験したけど、うん、もう戻れないです、うんうん、なので一個やっぱりそのオーレンダーの音の良さって、はい、これ多分 NVMe でこうキャッシュにしてるってことでよかったですね。そうですね、うん、ストレージ兼キャッシュなんで、ストレージ兼キャッシュにしてる、はい、なるほどね、なので、うん、オーレンダーの音の良さっていろんなファクターがあると思うんですけど、この NVMe を使ってることも一つ要因かなと実はずっと思ってるので。なるほどね。やっぱりいいんじゃないかなと。なるほどね。須田さん、どう思われますかこのあたりは。そうですね、従来の、うん、オーレンダーの製品の場合は、うん、中に、まあ、メモリももちろん入ってたんですけど、うん、あの SSD が入ってて SSD をそのキャッシュとして使うっていうことをやってました、うん、でそこへ行くと、まあ、その SSD って、まあ、何かしらその汎用の規格で動くわけで、うん、はい、まあ、シリアル AD 的なものとか、そう、ね、まあ、そういうもの、何かしらそのインターフェースが間に はまりますけど、あの NVMe の場合はもうあの、まあ、基板に直で入ってますので、そこのシグナルパス的な短さっていうのは多分ノイズ対ノイズとかの関係でもちょっといろいろ違うと思うんです、ね、そっかそっかそっか。だからなんか SSD の場合はなんか間にケーブルもありますからね、いろんなもの引き回して、うん、アダプターが入ってるみたいなイメージだけど、どうしても汎用の規格の中に乗っけて、その中で、まあ、もちろん NVMe って汎用規格なんですけど、うんうんうん、まあ、でもその汎用の性、なんていうか汎用性が違って、かたやある程度何でも付けられるような規格の中で動いてるものと、もう専用規格になってるものの違いってやっぱりあるので、うん、そのコンピューターから見た時の通信とかそのいろんな処理のしやすさとかは NVMe の方がもちろんいいと思う。経路は圧倒的に短いですよね。はい、そうですね、うん、なのでそこの違いはもちろんある。そこが大きいかもしれない、ね、大きいかもしれないですね、うん、なるほど、ありがとうございます。なので 480GB の、 そのキャッシュとして使え、まあ、もう使われる NVMe とストレージ用の SSD が 8TB、うん、はい、で背面の拡張して最大さらに 8TB で合計 16TB までいけますよ、うん、なるほど、ということで非常に、拡張性が自由な拡張ができるのも特徴です、うん、なるほど。
あとはフロントディスプレイが、はい、あの従来の W20SE の場合は2画面になってますけど、ね、今回の N30SA は1画面なので、はい、非常にワイドな表示ができます。なるほど。後でぜひ舐めるようなあのいつもの感じのフロントパネルの、はい、動画を入れていただければなと思います、うん、はいはい。まあ、そんなわけで、うん、今回の N30SA は、はい、まあ、いわゆる今日あの持参しました、はい、シルバー筐体のバージョンと、うん、ブラック筐体のバージョンがございますので、ブラックかっこいいじゃん。ブラックかっこいいですね。これって、はい、島さん、これ黒ってこれちょっと薄い、うん、いや、真っ黒、これはあの画像上こういうしグレーみたいに見えますけど、ほぼほぼ普通の黒、普通のというかな、いわゆるブラックアルマイトなのでちゃんと黒いです。うん、はい、なるほど。あれ、W20SE もありましたっけ、ブラック W20SE もあります。あ、はい、はい、あのと、まあ、特注扱いなので、うん、あの値段は変わらないんですけど、うん、あります。なので黒でご注文いただくケースもやっぱりあります。あ、うん、私あの黒でお願いした記憶ありましたはい、で、まあ、これはちょっとあの中のね、先ほど私ちょっとあの、普通の電源電源部となんかこう信号部みたいな、はい、まあ、あのなんかこうよくある電、よくある構造じゃないんですってお話をしたと思うんですけど、うんうん、まあ、これちょっとあの画像か何か入れていただく方がいいと思うんですけど、うん、あの今回の N30SA はそのパワーボックスとオーディオボックスって分かれ方をしていて、実はパワーボックスって名前なんですけど、うん、電源部だけじゃなくていわゆるマザーボード的なも の, あの信号処理をオーディオじゃない信号処理をする、うん、まあ、CPU とかも含めてですけど、はい、そういうものは全部下のボックス下というかな、はい、あのに入ってます、うんうんうん、でそこでその、そのいわゆるリニア電源に、まあ、こういった、まあ、あと中のストレージも入ってて、で CPU も入って、そこはあの自社設計の基盤なんですけど入ってて、うん、まあ、そういう形で、その中である程度信号処理のコンピューター的信号処理は完結させておくと、はい、でその上で上 の, ボあのオーディオボックスの方に、データと電源両方とも引き渡して、そこからオーディオの信号処理をして出力をするっていう、うん、はい、そういう構成になってます。いや、この考えは確かに面白いですね。なんでいわゆる電源だけあの箱に入っててずらっと並んでて、うん、DC だけ出すっていうんじゃないんですね、うんうん、でかつすごくあの理にかなってるのは、うん、これはあの、はい、もうちょっと写真でこうあの、ね、皿に穴が開くように見ていただきたいんですけどあの、こう実際はその電源部に電源が単に全部集約しててなくて、はい、そこから一回いわゆる DC 出力を作った後に、うん、あのパワーボックスからオーディオボックス持っていき、うん、そこで一回アイソレーションをもう一回 してアイソレーションしてからあの分圧してみたいな、そういう処理をやります。でこれは何でかっていうと、うん、DC の電源ってそのなるべくその、まあ、よくこれポイントトゥーロードっていうんですけど、その使う、まあ、ハード、はい、装置によって必要な電圧って 3.3V だったり 5V だったり 9V だったり 12V っていろいろするじゃないですか。でそれってそれぞれにあのオペアンプとかレギュレーターとか使って、うん、まあ、作るんですけど、それはなるべくその消費するその負荷になってる回路の近くに置いて作った方がいいんですよ。あのそれを DC ケーブルで引きますと、そこの抵抗成分とかそこがアンテナになったりしてすごく音が悪くなって、そうなんですね。なのであのいわゆる電源分2強体構成ってそれはすごく男のロマンとして僕は好きなんですけど、やっぱあのいろいろ功罪あるんですよね、本当は。なので単に DC出力をただただその分離してるだけだと、うん、あのちょっともったいなくて、うん、やっぱその辺は工夫がいります、まあ、各社さん工夫していらっしゃるんで、うん、そんなあの陳腐なことはしてないんですけど、はい、やっぱそれをあのこのビュー、あのオーディオボックスの内部の写真とかを見ると、うん、それが非常によく分かるようになってます。なるほど。であのオーレンダーの、まあ、得意技ですけど、あの OCXO のクロックが乗っていて、うん、はい、で、あの非常にこう、ジッターのはい、あのもうクリーンな状態で動作するというのも引き続き、こだわりポイントです。クロックはオーディオボックスに入ってます。オーディオボックスに入ってます。ここのちょっと写真で後であのご覧で、これがそう、ああそれがクロックなの、これがクロックです、うん、真ん中にドーンと、まあ、一応ちょっと、はい、はい、そうですね、うん、であの、オーレンダーっていうシールが貼ってるところが、はい、それが USB オーディオとかの、はい、あの端子ですね、うん、こんなに大きいんですね。はい、あのこれあのカバーしてあって、これいろいろとこう、うん、あのノイズ対策とか、あの
オーレンダの場合は大体今の世代は全てこの USB の出力の直近の部分で1回電源をバッテリー化してそれからもう1回出すみたいなことをやってたりとかし、すごい、そんな豪華な仕様なんですか、はい、昔のなのでラブ20の場合は全部バッテリーにしようぜって言ってましたけど、はいはいね、NK のシリーズはどちらかというと、うん、その出力の直前だけ電源をバッテリー化して1回電源をクリーンにするみたい なそういう技を使ってることが多くて、オーレンダーはその辺が非常にユニークですね。あとは、この間そのハリーさんと話して、はい、おなるほどねと思ったのは、うん、オーレンダーは、ね、アイソレーターをしっかり出力に入れてるので、うん、RAM の入力端子に必ずそのアイソレーターで、うん、絶縁してあります、はいはい、なのでよくオーディオ用 の,、はい、いわゆる LAN のなんかこう、うん、オーディオグレードハブとかありますけど、あれは特段使っていただかなくても最初からそれを使ったような効果がもうアイソレーターとして入ってるので、お客様の中にはそのなんかオーディオ用のアイソ、まあ、ハブをなんか多段でつけて、うん、ありますね、二段三段と、でその結果そのオーレンダー側のアイソレーターと含めて信号を遮断しすぎてなんか通信できなくなったりするケースがあるらしいんで、はい、なのでフィルターもかけすぎるとね、やっぱ何でもそうですけど、うん、やりすぎは良くないんで、はい、そこはまあそういう配慮がもうビニーリサインにできてるっていうのが、うん、まあオレンダーのやっぱり先ほどのエンジニア魂と、うん、オーディオマニア魂がやっぱ融合してるメーカーさんの融合してますね、これ完全にすごく強みだと思いますね。これ融合しないとこの作り方はできないと思いますね、はい、本当になんかそんなこともあろうかとっていう感じですよね、うん、何聞いてもいやそれはもう考えて対策してあるみたいな感じのね、うん、すごい、はい、で今回はその2筐体になるにあたって、まあ、ちょっと今手元に短いケーブルありますけど、はい、赤と黒、はい、DC のケーブルとあと信号のケーブルですね、はい、でこれは長いのと短いのがありまして、うん、今回は今長いのでつなげてます。1.5 メーターの長いものと、はい、これは多分60センチかなの短いものですね、うん、があります。なので使用用途に合わせて重ねていただく場合には短い方、あ、なるほどなるほど、はい、ラックで分けていただく方は長い方を使っていただければと思います。はい、まあ、これは本当に一長一短ありますんで、うんうん、まあ、重ねるよりはね、できればラックで分けていただく方が、ね、はい、おすすめかなとは思いますけども、うんうんうん、それは副車のノイズとかの兼ね合いもあるので、うんうんうん、いいかなと思います、はい、はい、まあ、そんなわけで非常にこう今回はあまりねデジタル信号処理の話はせずに、うん、まあ、設計コンセプトの点にご紹介しましたけど、はい、何かこう、うん、ご質問とか、とりあえず今回の、はい、N30SA、はい、なんですか、発売日というか、はい、もう発売直後です。発売しました。ちょうど4月の28日。おー、はい、じゃあ本当に1週間も経ってない、はい、ですね。すごい、はい、ありがとうございます。なるほど。いや、田中さんはね、ずっと1ヶ月間、うん、バカンスで、うん、に変えてて、でちょっとじゃあ終わってから早々で申し訳ないけど、うん、こう今がチャンスみたいな、うん、この後多分渋滞しちゃうと思うんですよね。今まで待ってたもうすぐ渋滞してます、はい、たくさんいらっしゃると思うんで、はい、はい、渋滞してると思うんで、うん、いの一番ちょっとなんとかっていう感じで、うん、はい、それの時間にゴールデンウィークで、ね、それはいい作戦でした、はい、うん、なるほど、はい、まあそうですね、ペガサス、はい、一応使用、うん、というか、はい、その、なんていうんですか、カタログスペック的なことですか。うん、W20 と、なんか、大きく変わった点は、大きく変わった点ですか、うん、その本当にできること、できないことで言うと、うん、その、デュアル EES が使えるか、うん、シングル EES になってるかの違いだけで、うん、クロック入力、まあ、ワード、もしくは10メガ、うん、10メガ入りますし、対応してる、はい、うん、で操作するアプリも一緒ですし、うんうん、使えるモードも一緒ですので、うんうん、まあ、使用感にはほぼ違いがないし、なるほど、例えば対応フォーマットで、うん、DSD とかも512まで使えたりとかも全部一緒なので、うん、本当にハードウェア的違いとそのデュアルエースが欲しい欲しくないっていうところで分かれてる感じになりますね。なるほど、なので同軸もあります、同軸もありますし、うん、光数もありますし、なるほど、まあ、一通りエースもありますし、シングルですけども、うん、なので USB ももちろんありますし、はいはい、一通りあります。あると、はい、とりあえずじゃあちょっと裏を
見てみようかなと思いますんで、はい、はい、あ、じゃあなんか画面を映していただいて、裏から先行こうかな。はい、まあ、こんな感じになってますね。これ上の方のやつですね。はい、データアウトとランのアイソレーション、で USB ですね。USB は1、2と2つあるんですね。そうです。裏ね。どちらも性能的には一緒です。一緒ですね。はい。で、まあこれは電源のアウトですね。で、あとは先ほど言った、SSD とハードディスクですね。2.5 インチのものですね。これは突っ込むところがあります。はい。そして、こっちが、これなんて、あの言い分ければいいんでしょうかね。あ、データ専用 の線と、あとは、DC 出力、DC 出力、電源用の線の電源用2本、うん、っていうことですね。はい、はい、ですね、まあ、ワードクロックもあるし、はい、コアキシャルと端子が違うんですね。コアキシャル1、2でね。そうですね、うん、で、オプティカルで、あと AES と。でまあ、これはデュアルじゃないよということですね。はい、そうです。で USB ですね。はい、はい、まあ、みたいな感じになってます。はい、はい、で横はこうやって、まあ、ヒートシンクというか、高熱、はい、用のヒートシンクを兼ねと、デザインの衣装を兼ねたスリットが、まあ、かっこいいですよね。はい、本当にあのよくできてますよね。スリットも非常に高いですし、うん、やっぱり、ね、その韓国のね、金属加工のところっていうのが、はい、あ、でこれが大きくなったディスプレイ。そうです。はい、なので、あの、いわゆるジャケット画像もかなり大きめにされるようになったし、ね、いいですね、うん、はい、あの長いタイトルのものも視認性が非常に上がったので、うん、そこの良さがありますけどね。そうですね、はい、うん、で、まあ、こっちの方は DC のやつの方はもう全然フラットな感じで、そうですね、はい、あの LED も特にない、非常にシンプルなボックスになります。で、これが前のやつですね。はい、WDG SE はあの1枚のディスプレイのように見えて、実のところを左右に分かれたディスプレイを使っているの で、ね、うん、まあ、こういうふうにあの左右分かれた表示になる。なるほど。わけですね。はい。という感じでございます。はい、どうですか、ペガサス。うん、はい、やっぱり、ね、これ、うん、見やすい。見やすいですよね。うん、ジャケットもすごく。そうですね。本当にあの分かりやすくて。分かりやすくて、うん、いいですよね。うんうん。志麻さん、これ。はい、今日はこれとこれ聞き比べてみてもいいですか？あ、もちろん大丈夫です。お、個性が違うんで、あ、そうですか、はい、楽しみ、楽しみです、楽しみです、はい、という感じで、じゃあですね、まあ、これとこれを聞き比べしてみると、はい、みましょう、はい、はい、いうことでよろしくお願いします。はい、はい、お願いします、お願いします。早速、はい、聞き比べてみようと思います。はい、まずは、はい、いつも聴いてる W20SE を聴いて、ね、はい、その後に、N30SE、はい、を聴いてみたいなというふうに思います。はい、後の聴きはどんな感じですか？はい、じゃあまたこれのシステムのご紹介をさせていただきます。はいはい、一番上流ということで、先ほどもね、申し上げた W20SE、うん、こちらから、今回はね、今回もかな、グランディオソ KYX、こちらの DA コンバーターを使って、うん、はい、でソウルノートの P3、 これプリアンプですね、うん、プリアンプね、こちらから、ね、はい、見えてると思うんですけど、うん、ソウルノートの M3 のムーラルパワーアンプ、はい、そして鳴らすスピーカーは 801D4 という構成でいきたいと思っています。わかりました、はいはい、じゃあまずはあの確認がてらですね。そうですね、 W20 の、まあ、慣れてる W20SE からスパニッシュハイムをお呼びしたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet
違うなっていう鋭い視聴者さんもいるかもしれないですけど、あのソウルノートとこのプリアンプとパワーアンプがソウルノートに変わってるので、それであのちょっと結構違うなと思いますね。まあ、いつもは、このコンストレーションオーディオとオーディオのストリームメント8でやってるので、まあ、ちょっと味が違う、まあ、若干こうなんていうかな、実直な、なんか、まあ、素直な音というか、あの飾り気がちょっとなくてという、ちょっとシンプルなあのサウンドになっていると思われますので、それはあの差し引いて、ただ、まあ、この比較視聴に関してはあの、ちゃんともちろん差は出てくると思いますので、そこら辺をちょっと加味しながら聴いていただくと。はい、ではお待たせいたしました。切り替えましたので、これでお聴きいただければと思います。待ってました。はい。There is a rose in Spanish Harlem.Up in Spanish Harlem, she is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete.But soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there.
あ、じゃあ島さんも、はい、はい、あ、まだはい、はい、じゃあ、はい、よろしいでしょうか。はい、もうちょっとゴールデンウィーク明けなんで、ちょっとうまくできるかどうかが心配ですけど、はい、リハビリみたいな、はい、じゃあ、リハビリでいきます。はい、ペガサス田中が送る田中さん、はい、ああですね、はい、ちょっとまだちょっとまだ難しい、前世紀に比べてちょっと、はい、ちょっとこれから徐々に上げていきます。そうですね、徐々に上げていく感じですね、はい、うん、まあ、馬体重ちょっとこう、あ、はい、ちょっと太めみたいな感じですね、はい、はい、うん、まず最初に W20SE 聞いていただいたんですけど、はい、まあ、アンプとかね、プリアンプが違うんで、まあ、ちょっと若干そのニュアンスの違いみたいなのはあったんですけど、でもさすがね W20SE、SN の良さはもう圧倒的だなというのと、うん、まあ、何度もねここで視聴室で聞いたことあるので、やっぱり安定したその音の良さみたいなところは、うん、まあ、改めて確認できたかなというのはありました、はい、でその後に M30SA に変えたんですけど、うん、最初ねウッドベースのドゥンドゥンドゥンの音は、うんうん、あれこれ W20SE の方がボリューム一緒なんですけど、パワー感だとか量感みたいなのあるかなと思ったんですけど、その後ボーカルが入ってきた時の本当にもうなんていうのかな、すごい静けさから出てくる声、そしてクリアな感じは今まででひょっとすると一番良かったかもしれないです。おで、もうそこでちょっと鳥肌立っちゃったんですけど、でも一番すごいなと思ったのはマラカスが、はい、どこかに、どこかに、これは喋っとけっていうことなんでしょうね、はいはい、マラカスが鳴る前にバイオリンが入るんですけど、これ初めての経験です。バイオリンがこう弾くときにお、なんか、お、なんか、お、来ました。いや、これはね、ほんと羽生やすべきですね。あんまりね、羽生やす、羽をね、用意してない時点でまだちょっとリハビリして、確かに、はい、もうちょっと、ね、ほ本調子じゃないですね。そうですね、いや、すいません、ちょっとまだ至らぬ点が多々ありました。おそらくこう、タメを弾いてちょっとずつ力を入れてギュッて弾くのか、おそらくちょっと私、バイオリンわかんないんですけど、うん、その感じを、感じが見えましたね、うん、でその後の、まあ、マラカスなんかも、うん、もういつもでマラカスの音の位置とかって言ってるんですけど、もうとにかく位置もそうなんですけどクリアに聞こえて、うん、すごい繊細にで綺麗にクリアに、うん、こんなにはっきりマラカスが聞こえたことはないですね、うん、で各音楽のニュアンスがもう とにかく手に取るようじゃなくて見えるかのように、うん、はっきりしたのは、これがこ ん, おこんなに見えたことはちょっとなかったかもしれないです。おー、本当にすごいじゃん。すごかったですね。で、まあ、ただ、うん、W20SE も素晴らしく SN はいいし、ひょっとするとね、そのハッとするようなその何だろう、固定域の量感であるとかそういうのは、うん、ひょっとすると W20SE の方があるかもしれないんですけども、全体的なトータル的なハイエンド的な音、ボーカルのニュアンスだとか、うん、艶やかさみたいなところは N30SA の方がありましたし、うん、もう本当に驚いたのはバイオリンの弾く感じが見えたのはちょっと私初めてでしたね。うわー、よかったですね、うん、これはこれ多分初めて言ったと思います、そのバイオリンがどうだっていうのは、うん、ペガサスがでもなんか褒めそうであんまり褒めないからな、あ、いつもだってマラカスがみたいな感じなんですけど、意外と褒めそうであんま褒めないから、こんだけ絶賛してるの珍しいな。うん、こうトランスポートね、いろいろ最近やっぱり出てるじゃないですか、うん、で、まあ、いろいろ聞かせていただいてて、うん、まあ、いいなと思う製品はあるんですけど、うん、ここまで飛び抜けていいのはちょっと記憶にないかもしれないですね。オーレンダ、オーレンダすごい、うん、ちょっとこれもね、どこまで言っていいかわかんないんですけど、うんうん、私もうルーンルーンってずっと言ってて、うん、3年ぐらい、3年以上前から言ってるんですけど、うん、オーレンダーので、まあ、ルーン対応してないっていうのは、まあ、前回の動画でも言ってたんですけど、うん、まあ、ルーンも結構ハイエンドなシステムで聞いた後にオーレンダーの例えば N150 とか、まあ、W20SE でもいいんですけど、それのタイダルを聞いていただくとそっちの方がいいねって言っていただく方も結構いて、うん、それはやっぱ SN の良さだと思うんですけど、うん、なので、
もっともっとね、オーレンダーの良さっていうのをね、私も知れてよかったですし、皆さんにお伝えしたいなというのはね、ちょっと思いましたね。なるほど。で、いかがでした、吉川に。そうですね、まあ、80万違うんじゃないですか。そうですね、おー、80万。そう、80万。本当に、なんか、オーディオのメーカーの人、まあ、まあ、今回はエミライさんだけど、みんなやっぱすげえなって思ってて。あ、値段の付け方がうまい。もうね、80、うん、確かに80万円だわって思った。なるほど。うん、そう。本当にすごいなっていう、エミライさんに限らんけど、みんなうまいなと思うっすね。で、まあ、そんなわけで、80万円、まあ、今回の新作の方が高いんですけど、それはうまいなって思ったというのは、W20SE の方がいいという人が絶対います、これ、確実にいます。なので、一概にやっぱり、値段が高いからって上位機種とも言い切れないということは前提、だと思います。で、まあ、N30SA に関しては、まあまあ、ペガサスも感動してた通り、まあ、強烈な SN 感でしたよね。やっぱり、まあ、最初、そのウッドベースの時は、あれだったけどとかって言ってたけど、その、帯域が上の方になればなるほど、その、輪郭、音の輪郭みたいなのが克明に描かれていくっていうことなんだと思いますよね。で、まあ、定期の描写なんかも、でも、はっきり弦の揺れる感じとかは、まあ、こいつの方が良かったし、基本的にやっぱ解像度とか、SM とかは全てにおいて上なんでしょうね。うん。ただ、それであればいいかどうかっていうのは、また別次元だと思ってて、こう全体的なまとまり感とかっていう意味では、SE も、本当に素晴らしいなと思ったし、まあ僕、前回動画持ってきていただいて、もう聞いても一瞬でこれは絶対入れたいなというふうに思って、で、皆さん、その後買っていただいたね、皆さん、もういらっしゃると思うんですけど、迷われてる皆さん、ネットワークトランスポートに何百万も出すっていうのが怖いと、うん、大丈夫なんかと。いうふうに迷われてる皆さんも僕相当いるんじゃないかなというふうに思っていて、で、まあそこかな、やっぱりそこをなんかちゃんと、まあ、ペガサスももっとなんかアピールしていきたいって言ってたけど、ちゃんとそのネットワークトランスポートのなんか価値っていうかな、そういうものをね、どん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 もっと宣伝していかないといけないなというふうに思いました。だからそのネットワークプレイヤー、まあ、いわゆるネットワーク機能と DAC と合わさったやつがあって、それがまあ分けたやつということなんですけど、 DAC の方がなんか大事なんじゃないかっていうイメージを未だに持ってる人が結構いると思うんですよ。はい、なんですけども、もうこっちのトランスポートの方の重要性っていうのはもうこんだけ違うわけですからね、この設計ですね、うんうんうん、っていうことなんで、もうちょっとこれからもね、やっぱりオーレンダーが中心でやっぱりこのジャンル、まあ、ハイエンドのネットワークトランスポート、回っていくんだろうなとも確信もしましたし、まあ、業務拡大されてるようなんですけど、まあそこはなんかもうさっきの島さんの話じゃないですけど、もう早くからやっぱやっててっていうさ、なんかやっぱすごいメーカーのなんかヒストリカルなメーカーの動きをしてるなと僕は思うんで、多分こう10年後とか20年後とか見たときにやっぱりこう綺麗にこうなんか上がってってますよね、だからなんか本当に正常進化してるなっていう気もするし、まあ、我々としても追っかけていかないといけないのかなっていう気はしますよね。はい、まあまあそんな感じなので、ぜひですね、皆さんどっかで聞いていただけるといいかなと。そうですね、はい、まあ、本当に、違いが結構ね、箱は似てますから、なんとなく、あんまりなんか
瞬間的には分かんないかなって方も、心配な方もいらっしゃると思うんですけど、多分あのおたいさんでこうやってね、聞き比べしていただくともう、一瞬で分かる。いや、まあ一瞬ですよね。一瞬ですよね。一瞬です、一瞬。いいとか悪いとかじゃなくて、いいとか悪いとかじゃなくて一瞬です。はい、うん、だと思います。まあ、あのやっぱりその、あの、W20SE はその音像の描写力がすごくあるので、うん、さっき、まあ、田中さんおっしゃったようにその低域のスケールとかの、うん、やっぱその下支え の、うん、あのすごく綺麗なピラミッドバランス で、うん、あの作ってくるところがあると思うんですよね、うん、なので音像のディテールがものすごくあるんで全体の音楽的なまとまりというかそこもあるまとまりはいいと思う、はい、で、うん、N30SA はもうなんか異様な SN と異様です、ね、あの低位感で、うん、なんかそのなんていうんですかね、空間からなんか作っていって音が最後あの、うん、フォーカスするみたいな感じでそういうイメージかもしれないです。なんか順番がちょっと、うんあのうん、こっちは音像があって空間がその後出てくるって感じですけどこっちは先に空間描写があって、はい、そのなんかどこになんかいるみたいな、うん、その辺の佇まいとかわかりやすいですね、うんあのま、周りがありますよね、うん、あの要因というか周りというか演者の方 の、 その空間の情報があるから、うんうんうん、なんかそのあのまあ、テープの、まあ、テープというかのレコーダーのバックグラウンドもありますけどその空間 の、うん、あの微妙なざわざわっていうそのその場の気配というかあの、うん、張り詰めたこう、うん、プロの人たちがね、うん、いや演奏する緊張感まで、ね、緊張感がね、うん、ちょっとあの音に出てくるっていうんですかね、はい、その辺の描写力があるんで、うん、なんかそのいわゆるあの既存 の、 その今まで の、 そのネットワークで、まあ、いろんなネットトランスポートあると思うんですけどとはちょっと違うステージにいよいよ足かかったかみたいな感じはありましたね。そこまで感じるのはちょっとまだ経験がないですね。ちょっとなんかあのあれですね、なんか今日スパニッシュハーレム聞いたんですけど、うん、あの録音とかマイクの世界とかもちょっとどうだろうな、でも3年前ぐらいかな、3、4年前ぐらいから明らかにちょっとレコーディングとかもちょっと気持ち悪いぐらい進化した段があって、あの失われたものあるなと自分は思うんだけど、もう本当情報量優先、 SM 良くてみたいな。だからなんか最近のやつとかでもう妙に生々しいやつとかありますもんね。でマスタリングの技術とかも上がってみたいな、その音源をこいつで聞いてみたら多分すごい音すると思うんですよ。うん、なんでなんかちょっと後で最近の録音のやつ聞いてみたいなと思いました、ね、うん、もうだから本当次世代のね、そうですね、うん、だからその低域の量感とかも本当おっしゃる通りだと思うんですけど、その N30SA はその解像度が下まで全部共通したすごいいい分解能があるんで、なんかまあ痩せて聞こえるわけじゃないんですけど、そう痩せて聞こえるわけじゃないんですよね、なんかあの、うん、ズーンっていう感じじゃないんですよね、なんか非常にこうスッとドンドンって感じのこのスピストップのスピードが速いというか、そこはちょっとあの、まあ、いわゆる W20SE との違いなので、そこはもうお客様的にどういう路線でいきたいかっていうのも、あとは全体のねバランスもあると思うんで、あのでもトランスポートでこういう変化があるんだっていうのは、ね、まあ、今日ねすごいですね、リスニングも聞いていただきましたけど、うんうん、はい、結構あの面白いと思いますので、ぜひあの皆さんお対応料さんで、はい、ご視聴いただいて、うん、はい、ご購入いただいて、ご購入で前回ね、あの W20SE の動画をね、直後でしたね。あと結構全国のお客様からなんかね、はい、お問い合わせいただいたりとかね、はい、いや大反響でした。大反響でしたね、はい、すごかったです。ということで、うん、あの今回も非常にいい製品だと思いますんで、うん、ぜひご関心をお寄せいただければと思います。はい、わかりました。はい、ということでございまして、もうあの。オレンダやっぱ間違いないですね、ペガサス。いや間違いないですね、うん、ぶっ飛んですごかったです、はいはい、ということでございますので、はいはい、あの興味ある方はね、あのぜひ、おたいオーディオに、はいはい、ご連絡いただくとぜひいうことで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。